どうもこんにちは、中村商店の中村でございます。本日もよろしくお願いいたします。ということでやってまいりましょう。ダラーン、僕の通勤路でございます。かっこ山手川って感じですね。普段はこの海沿いを通勤してきてるんですけど、こっからだとあんまりよく道路は見えないですけどね。まあ、普段この瀬戸内海を横目に通勤して動画撮ったりしておりますが、今週はですね、何をするかっていうと、大体3回ぐらいにわたって零細理髪店のブランディングについて少し解説をしていきたいなと考えております。ブランディング戦略を立てていくために必要な要素、これをまあ大体大雑把に3つに分けた時に考えられるのが、まず1つ、ターゲットを明確にすること。ペルソナですね。これをまず明確にすること。2つ目に、自分のお店のブランドとは何かっていうことを要件定義すること。要件定義っていうのは構成する要素をですね、まあ、箇条書きだったりリストにして書き出せるようにしとくといいですね。で、3つ目に、その、ターゲットに、しんどい、結構長い傾斜を上がってきましたけど、息が切れてきた、なんだっけな、3つ目に、そして3つ目に、適切なメディアを使ってペルソナに向かってで発信をしていくこと。大きく分けるとこの3つまでがマーケティングの前半部分になります。今週はこの3つをですね、分解して少しずつ掘り下げて解説していきたいなと考えておりますので、ぜひご覧ください。いやー、ちょっと思いつきで王子ヶ岳っていう、普段通勤している道路から山手側に入ってきて今散歩してみてるんですけど、暖かくなったんで散歩にはいいんですけどね、もうすでに足プルプルですわ。わ、猫ちゃん、